松尾駅は、千葉県三部市松尾町五反田にある、東日本旅客鉄道総武本線の駅である。この辺りの線路は1897年6月1日に、開通しているが当初この駅は設置されなかった。当駅が開業したのは、翌年の1898年2月25日の、ことである。駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。 二つのホームは、駅舎の横芝よりにある古墙橋で結ばれている。一番線ホームには、締め切り可能な待合所がある。線路はほぼ南西から北東に走り、駅舎はその北西側に設けられている。駅舎は開業当初からのもので、木造平屋建て瓦ブ器となっており、大きな入りもや屋根が特徴的である。駅舎内部には、待合所の他友人の改札、出札窓口、 自動券売機1台、簡易水化改札機が設置されている。ナルト駅管理の JR 東日本、ステーションサービスが受託する、業務委託駅である。この駅は、駅舎側のホームが2番線であり、1番線は、反対側のホームにあたる。2019年度の1日平均乗車人員は895人で、ある。JR 東日本及び、千葉県統計年館によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、千葉県立松尾高等学校級松尾町の中心部。松尾町は2006年合併により三部市の一部となった。駅前にはロータリーが整備されているほか、松尾タクシーの松尾駅構内営業所があり、タクシーが客を待っていることも多い。三部市役所松尾支所へは約300メートルほど。 その他駅周辺には、三部市立松尾小学校、三部市立松尾中学校、千葉県立松尾高等学校、三部市立松尾図書館、松尾郵便局、清宮松尾店、鶴葉ドラッグ松尾店など、各種施設が集中している。その他、駅周辺の主なスポットとして、松尾大工業団地、松尾城市、八田こと平神社などがある。 駅周辺を走る主要な道路としては、国道126号、千葉県道22号千葉八街横,横芝線、千葉県道58号松尾蓮沼線、千葉県道62号成田松尾線、千葉県道111号、松尾停車場線がある。千葉交通空港シャトルバス駅南側の、シャトルバスロータリーと、徒歩約数分の松尾 IT 保健福祉センター前、停留所から、 空港シャトルバスが利用できるが、駅舎から南側への通路がないため、シャトルバスロータリーは遠回りとなる。ありがとうございます。